柳葉敏郎は世間的に、ギバちゃんと呼ばれているが、一世風靡のメンバーには、ジョニーと呼ばれている。踊る大捜査線の室井さん、かっこ柳葉敏郎、がトイレで踏ん張ってやっと出たという原口あきまさのモノマネ芸を、たまたま見ていた柳葉が、お前、やりすぎだぞと原口に怒った。柳葉敏郎は芳賀健二が嫌い。芳賀健二の高級車をボコボコにした。奥さんとの出会いのきっかけは、柳葉敏郎が、ゴルフ場で電話番号の書いてある手紙を渡されたこと。それから3年間付き合ってから結婚した。柳葉敏郎がジョニーと呼ばれていたのは、ジョニー大倉にどこか似ていたかららしい。柳葉敏郎と相川翔は、トランプで喧嘩したことがある。柳葉敏郎は酒に酔って、プロレスラーの三沢に喧嘩を吹っかけたことがある。